叩いても蹴ってもガラスの靴の全力でも声を上げてもすがりついて泣き叫んでも見えない壁は破れそうにない。あれは軌道エレベーターに向かった。そこでただじっとしているだけ。ラプチャーを攻撃することもせず、ラプチャーに攻撃されることもない。そんなのただのラプチャーじゃない。エイブは、レッドシューズは、セイレーンは、ヘンゼル、グレーテルは、生きてる。私を恨んでる。裏切り者だと思ってる。私を、助けに来てくれる。ゴッデス部隊は軌道エレベーターへの突入を図る。狙いはクイーンですね。そうだ。知っていると思うが、軌道エレベーター周辺はラプチャーに完全制圧されている。それを一掃できるような戦略兵器の類はコードネームグラトニーの存在により封じられたも同然だ。 ICBM を飲み込みエネルギーをそのまま吐き返してきたというラプチャーでしたか。そうだ。相手はラプチャー。同型の個体は複数いるとみて間違いない。そこでシンデレラ、お前が戦略兵器の代わりとなる。軌道エレベーターへの道を塞ぐラプチャーを一掃し、ゴッデスの道を切り開くんだ。私が塞いでしまったのね。私はそれを知っていたから道を塞ぎに行った。私がゴッデスを止めたのね。道を開くはずだったのに閉ざしてしまったのね。あんなに望んでいたのに、並んで戦えると思っていたのに。美しくない。美しくない。これは、誰？あなたは、誰？
私は誰？鏡よ鏡、鏡さん、私は誰？鏡よ鏡、私は誰？鏡よ鏡、私は誰？